将来的にやっぱり不安な部分が年齢的に多いので手に職つけないと困るなと思ったので、まあ、今後、ね、活躍するであろうドローン操縦士の資格っていうのを欲しいなと思って受けました。マンツーマンで毎回授業を教えていただいたのですごく分かりやすかったですし、インストラクターの方もなんでしょう、すごく熱心に教えてくださって、自分が分かりにくいなって思ったところをピンポイントでちゃんと指摘してくださったりして、もやっとしないまま次に行けたので楽しかったです。まずは基本しっかりとした操縦技術、例えばまっすぐに飛ばすですとか、きれいに旋回をして円を描いて飛ばすという基本の、操作方法プラスですね、当スクールではライセンスを取得していただいた後に、皆さんのご要望に応じてなんですけども、外に行ってですね、当スクールのインストラクターが同行の上、飛ばしていただくと、例えば高い距離、100メートルの高さを飛ばしてみたいですとか、あとは空撮する上でのカメラワークを学びたいというような方もいらっしゃいますので、そういった方のためにですね、そういった外での講習というのも行っておりますので、皆さんぜひトライしていただければと思います。